24日、広島瀬戸内新聞ニュース号外で、ございます、先ほどね、朝鮮が人工衛星の打ち上げに失敗したということでありますけどね。まあ、これね、米韓軍事演習とね、いつもね、セットでね、打ち上げをしてんですよね、これね。うん。まあ、だから、朝鮮けしからんけしからんってね、言う前にね、うん。やっぱり朝鮮戦争そのものをね、終結するということをしないと、まあ、これね、もう、結局、同じようなね、組み合わせのこと、米韓軍事演習とね、打ち上げのね、まあ、この、組み合わせをね、ずっと続くっていうことはね、抑えておきたいと、いうところですよね。うん、まあね、そしてですね、なんかプリコジンさんがね、飛行機がね、墜落したとかね、そういう話もありますけどね。まあなんか驚く話じゃないですよね。まあ、プーチンさんもね、逆らう人はね、消してしまうというね、方ですんでね、うん、まあ恐ろしいですよね、うん、逆らったらね、恐ろしいと、ああいうところですかね、うん、それでね、次にね、今日ね、いよいよね、汚染処理水のね、海洋放出、これがねスタートしてしまうという状況であります。本当に福島県民のね、合意のない、汚染処理水、本当ね、本当ね、どうしようもないですよね。なんていうかな、結局今までもね、散々ね、約束をね、破ってきたのにね、じゃあこれだけね、約束をね、なんだか信用しろと言われたってね、だから今回、だから約束をね、破っといてね。で、また、全責任を取るってね、言われたってね。もう、それは納得できないのは当たり前ですよね、皆さんね。それはね、良くないですよ。で、ね、今の段階でね、やっぱり汚染水の発生を抑えながらね、まあ、やっぱり海洋放出以外の方法もあるわけですからね、モルタル効果とかね。で、しかも東電じゃなくて、やっぱり国の責任でね、ちゃんとね、やんないとね、こういう話はね、なんかやっぱり、ね、散々ね、原発をね、推進、しておいてね、ということだよね。ということでね、大変ね、よろしくないね、状況で、ございます。ほんとね、緊急のね、署名もね、行っておりますんでね、ぜひね、ご参加いただければと思います。今日なんか 34,355人賛同ということでね、急激にね、伸びてますね、これね、ほんとね。ぜひね、ご一緒に、参加して いければな、と思うところでございます。それではね、皆さん、最後までね、諦めずにというかな、まあ、今すぐね、やっぱりこれはね、止めて、行くということがね、大事ですね。しっかり、あれですよね、それ以外の方法を考えると、いうことをね、やっぱり、しっかり言っていくということは大事だと思います。最後までね、また皆さんね、本日も、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではね、また、明日も、ありますしね、ズームミーティングね、オンラインおしゃべり会ありますね、そちらの方もね、またご参加検討いただければと思います。最後までね、ありがとうございました。失礼いたします。